はい、どうも皆さん、バシャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですが、甲府戦の、皆さんの感想をですね、発表していこうかなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ということで、早速やっていきましょう。実際の得点があると、チームの士気がすごく上がるのを感じます。失点は自らでしたが、それ以外は完璧な守備陣だったと思います。やはり安定するまでは、4バックがいいのでは。あと、流れから崩す攻撃も見られて、この試合は満足です。ちなみに、今のところ、伊佐が決めた試合は勝ってますね。水曜日には天皇杯ありますが、サブが主体で出ると思います。そこで去年の指輪みたいにスタメンを勝ち取ってもらいたいですね。正直全てがうまくいったわけじゃないし、ミスだって多々あったし、攻め込まれてヒヤヒヤする時間も何度もありました。けどそれでもなんとか勝ち切ることが大事だし、それこそ強いチームです。本当にこの試合はよく頑張ってくれたと思います。でもまた改善できるところあります。次も勝って、中川選手が終始すごく良かったです。それと上尾選手がサイドから仕掛けるところも、新しい選手もこれから活躍期待します。伊佐選手と安藤選手、ゴール良かった。次頑張ってください。狙った形ではない幸運なゴールで勝利することができた試合でした。今日の狙いは野村選手をボランチにすることで低い位置でのパスミスを避けるためと、サイドでボールを回して中央やミドルでゴールを狙う形だったように見えます。甲府もそのことを警戒していた矢先に、ショートで繋いだ瞬間にボールを奪い先制できました。そのため狙いとする形を出していたのはむしろ甲府の方で、左サイドの裏のスペースを積極的に攻略する形で同点ゴールを決められてしまいました。ただ狙いとする形以外で得点できたのは、チーム戦術が逆におとりになったとも言えるし、普段から体に染みついているプレーが発揮できたとも言えます。後半は熱くなったこともあり、攻守で噛み合わず、ボールを奪っても連動しなくてもったいないシーンも多かったのが大きな課題ですが、運動量が落ちた場合の対策をより改善していってほしいです。勝った。しかも池田蓮選手見れて最高です。今日の西川はディフェンダーに細かくつないでいくところと、大きく蹴っていくところの判断がすごく良かったです。短い時間だったけど池田うまかったですね。ボランチが落ち着くと戦術が広がりそうです。高畑やられたのは事実ですが、途中まで体入れるのはちゃんとやってたし、普通に相手選手を褒めるべきだと思います。中盤5人にしたらうまくいくとはっきりしました。しかしなぜ長崎には同じ形で勝てなかったのかが疑問です。中川が急遽スタメン出場だったらしいですが、野崎がいなかったら勝てたなんてレッテル貼られることになるのはやめてほしいです。勝ったは勝ったけど、相手の守備陣を崩しての得点ではない。運が良かった試合だった。大分トリニータ最高。伊佐安藤ありがとう。寺さんお疲れ様です。甲府戦は本当に正念場でした。どの試合も大切ですが、特に勝てて本当に良かった。負けてたらズルズル行きかけない試合でしたから、これからは勝ち点はもちろん得失点差も大事になるので、点を取ってほしい。ゴールが見たい。前節と違ってシュートへの意識が高かったと思います。そして初出場の選手が見れたのが良かったです。池田選手の落ち着き、パス、本当良かったです。今節のスタート時っぽいビルドアップから相手ゴールへの切り込み、トリニータらしいサッカーができたのではないでしょうか。同点に追いつかれた時は一瞬いつもの流れが頭をよぎりましたが、やはり勝利はいいですね。トリニータの皆さん、今日はゆっくり休んでください。何はともあれ勝利おめでとうございます。今日は絶対に勝ってほしかったので最高な気分です。そして2位に浮上、このまま突っ走っていってほしいですね。待ちに待った池田選手や松尾選手も出てきて、ますます楽しみです。やっと勝った。重選手のサイドバックは驚きでしたね。マジでスタミナ半端ないって、いろんなところに顔出してましたね。伊佐選手の執念のゴール、安藤選手の勝ち越し弾、いやー痺れました。欲を言えばあと 2,3 点欲しかったかな。だからうちが自動昇格するにはやはりまだまだ先が長いので、とにかく勝ちパターンを確立する必要があります。今のように得点の形が定まっていないのは至急改善してほしいし、守備ももちろん安い失点は減らさなきゃいけません。またファーストチョイスは伊佐と言ってるようではダメダメですっていうね、皆さんたくさんの、感想ありがとうございました。まあ本当にね、この試合大事な一戦でございました。引き分け負けは決して許されない、そういった試合だったんですよ。というのも、まあ、清水も負けておりまして、まあ、周りのライバルチームが、まあ、勝ち手をね、失っていた今節だったんで、まあ、どうしても甲府戦引き分け負けっていうのは、まあ、許されなかった状態だったわけですよ。どうしても勝ちが欲しい、勝って上位に食い込んで勢い取り戻したい、まあそういう大分だったんですけども、まあもう試合を見て分かったんですけど、まあ気持ちが非常にね伝わりましたよね。まあ周定の意識も違いますし、でそこをねうまく勝ち取って、まあ、2位に浮上したっていうのは、まあ大分トリニータからすれば今後非常に大きいことかなと。まあ次節アウェーにはなりますけども、もう勝ち続けることが大事なんで、ここからね大分トリニータが連勝することをね皆さんで願いましょう。そして応援しましょう。トリニータはここからだと思います。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということでまたね。